はい。よろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数。あまりのある割り算丸2文章問題編やっていきましょうで。今回はね、見てわかるように文章問題が4問ありますので、できそうな子はぜひね、動画を止めてチャレンジしてみてください。で、パッと見て少しね、難しそうだなって不安な気持ちが出てくる方は、今からね、全部解き方説明していくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな では、早速ね。1番からやっていきましょう。で、前のね。動画とかであまりのある割り算の計算をやりました。で、もっと前に遡ると普通のね。あまりのない割り算をみんな練習してきたので、割り算の計算はできるんですよ。で、もしあまりのある割り算のやり方がちょっと不安な方は1個前の動画ぜひね。見てみてください。 で、だからもう式さえできちゃえばもう OK なわけよ。ただね、先に言っとく。このあまりのある割り算の文章問題は引っ掛け問題を作りやすいんです。だから、パッと見て、はん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 ってやっていくと、えって、できたと思ったのに違うんだけど、みたいなことが結構起きます。なので、しっかり問題を読むっていうのはすごく大事。まず一番から行きましょう。 1> 今、一番は28個のチョコがあります。だからみんな頭の中で28個、いっぱいチョコがバーってある状態を想像してください。ちょっと書けないんでね、ごめんね。で、それを6人の人で同じ数ずつ分けたいんです。で、その時1人何個になって何個余りますかと聞かれています。で、分けるっていうのは割り算を使うんだよね。だから、28個のものを、おっとっとっと、帯か。 を6人で分けるから6で割ると。これだけです、式は。28割る6ね。で、これを計算すると、前の動画でやりましたが、主役はここ、6の段です。6の段。で、61が6、622、6318、6424、65になると30で超えちゃうんだよね。だから超えるギリギリ1個前に戻らなきゃいけないから、6424となります。で、あまり、まあ、あ点々点々かもしれないけどね。 あまり、24って数字が今出てきたので、28から24を引きます。そうすると、あまりが4になると。まあ、4と4だね。で、式だけだったらこれでいいんだけど、文章問題はちゃんと答えを書かなきゃいけないので答、答え、答え、え、だね、勘定だ。答えは、1人4個になって、同じく4個余ると。 まあ、ここの書き方はね、ちょっと違くても大丈夫なので、これで正解となります。だからね、今までやったように分けるときっていうのは割り算使うからさ、だから割り算使って式を立てます、あと余りのある割り算やればいいよね、で OK なわけよ。で、2番もやっていくとね、いつも出てくるリボンです。25cm って結構長いリボンがあって、それを 9cm ずつチョキンチョキンと切っていきます。で、その時何本のリボンができて、何 cm 残りますかって、 問題これも 9cm ずつ切っていくつまり 9cm ずつ分けていくと同じことなので式は7 5る9をすればいいよねってこれで式 OK です。じゃあ9の段考えていくと5からいこうか95459654976398729981超えちゃうんだよね。 クク81は超えてしまうので「八七72」で余りですね今の72って数字をこの75から引き算すればいいから余りは3になりますと7 5七7 2をやったらねでここであと答えを書いていきますつまり8余り3になったので8本のリボンができます9ンチのね8本のリボンができて最後3ンチ余っちゃうそれを書けばいいから 8本のえっとリボンがよいしょできて 3cm まあ余るでもいいしまあ今回残りますかって聞かれてるから残るでもあこれ別に余るでも絶対丸もらえるからね8本のリボンができて 3cm 残るとこれで正解となりますね、まあ、ここまで聞いてればもうできそうって思った方も多いかと思いますでここで来ます 3番、4番、鬼マークがついております。ね、なんで鬼かっていうのは途中で説明するね。今やっているのは、25個のリンゴがあります。それを、リンゴが3個まで入る箱に分けていくと。つまり、ちょっと上から見ると、こうやってね、箱があったら、そこにこう、リンゴを詰めていくイメージかな。こんな感じで。こうやって。で、すべてのリンゴを箱に入れるには、箱が何個必要ですかここが大事です。 引いとくね。すべてのリンゴ。これを箱に入れたいんです。でも1個は3個ずつしか入んない。つまり、3個ずつ分けていくんです。いいだから25個をさ、3個ずつに分けるだけなので、25ある3って。まあまあできそうだよね。で、これも3の段考えていく。ちょっと,と、えっと、3パでいっちゃうね。3パ24。3区27。で、9で超えちゃうので、ギリギリの3パにします。 よいしょ、余り。3番二24だから25から24引くと1が残るよねって。で、今さ、ここの2つは、例えば何個になって何個余るって聞かれてるし、こっちも何センチメートル残るって聞いてくれてる。でもないんだよね、ここ。箱は何個必要ですかって。ええー、あまり書かなくていいのか。じゃあ8個って書いとこう。×ってなります。これ×ですね。 先に答えだけ言っときます。これは箱は9個が正解になります。9個です。さあ、なんでかっていうと、この8余り1。これが何を表してるか考えるとね、この8はリンゴを3個ずつこうやって分けた。この箱が、三3個、リンゴが入ってるね。全部リンゴが入ってる箱が8個できたってことなんです。8個。3個ずつ分けるからね。 じゃ、この1は何かっていうと、まだ箱に入らなかったリンゴが、1個だけ余ったんです。いいでも今回の問題は、すべてのリンゴを箱に入れるにはと言ってるので、このリンゴ、当然、箱に入れなきゃいけないよね。あと2個は入ってないけどさ。だから、全部のリンゴを箱に入れるには、この子のために箱を使わなきゃいけないので、箱を1個使う必要があります。なので、 8個と1個の箱を足して答えはよいしょよいしょ9個といいこういうふうにやってください大丈夫かなじゃあラストいきましょう今度はみかんです50個多いね50個のみかんを1つの箱に8個ずつ入れて売ります <laughs> えーっと自分で問題作ったんですがなんで8個にしたんでしょう多いな箱があります みかんちっちゃいもんね。1、2、あ、もっと入るわ。3、4、5、6、7、8。8個 <laughs> まだ隙間ありますけど。8個ずつみかんを詰めていきますと。で、これをね、売りたいらしいです。8個入りですよーって。どうぞーって。売りたいのね。じゃあ、みかんが8個入った箱は何箱できますかと問題。すごく似てます。まあ、りんごとみかんは違うけどね。8個ずつ箱に入れます。3個ずつ入れます。だから、式としては50、50個。 このみかんを8個ずつ分けるんだよね。同じじゃないかと。で、8540、8648、8756で超えちゃうから、そのね、超えちゃう1個前。86だね。8648だね。だから50から48を、まぁ、あ、ちょっとね、こずっと書いてなかったら書こうか。こうやって引き算すると2が出てくる。これがあまりです。こうね。ちょっと消しちゃいまーす。 で、さっきの考えで言うと、えっ、ー、と、6。つまり、こう8個、りんごが、みかんが入ってる箱が、これが6個できます。こうやってね、できる。でもまだみかんがね、2個余ってんだって、この子たち。じゃあこの子たちも、ちょっとごめん。こっちにしよう。余ってる。で、この子たちもね、箱に入れてあげようと。こうやって、2個入ってるのができましたと。それさっきので言うと、もしね、 みかんを全部箱に詰めるには箱が何個必要ですかって言われたら6個の箱と1個の箱が必要なんで7個になるんです。7個。でも今回の問題よく読んでみかんが8個入った箱は何箱できますかって聞かれてます。つまり8個入ってる箱はこっちしかないんだよね。こっち入ってない。足りないから。だから答えとしてはこっち。つまり6個。 これが正解になりますこれオニマークの理由つまりやってることはすごく似てます果物を分けていくだけだからねでも聞かれてることが違うすべてのリンゴを箱に入れるには箱は何個必要かなってこっちは8個ずつ分けて8個ちゃんと入ってる箱は何箱ですかっていうことを聞かれてるので自分の中でちゃんと問題を読んで何を聞かれてるのかなっていうのを想像する そこがすごく大事になるのでそこも含めてもしね1回目、えっと、ちょっと間違っちゃったりとか不安だった方はもう1回ね動画パッて戻すと今書いた赤を全部消えるからね繰り返しできるのでもう1回自分の力でぜひねやってみてくださいはいということで今回はね余りのある割り算の文章問題やらせていただきましたでここでね余りのある割り算は終了です次回は重さです 重さ,ね、重さの動画が始まりますのでよかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。またねバどうぞ。